よろしくお願いしますじゃあゲスト最初の、えー、ゲストはキッズ桐明さんどうぞ桐明さんってね急に呼ぶなよって感じですかあすいません <laughs> はい、えー、昨日ここでライブやっていただきましたキッズの桐明さんですはい,すはいじゃあ皆さんお待ちかねいきなりいきますろしさんどうぞ さん <laughs> どっか行っちゃった大丈夫だった大丈夫ですかイエイああい。ありがとうございますありがとうございます、えー、そしてありがとうございますモダンドールズより松川さん <laughs> でえー、現モダンドールズでボーカルをやっている佐藤大志さん いやー、かっこよか、もうみんな、もう、かっこよかですね。ありがとうございます。<laughs> えー、まずはひろしさん。はい、今日はまあ、ありがとうございました。ありがとうございました。最高だったな。あら、皆さんにドリンクがないですね。えー、先に、ドリンク、ーーーー僕じゃ、生を。はい。俺も。はい。あ、じゃ、生四つ。生四つです。ですね。 あの、桐脇さんはね、あの、昔、旧、何回かやってもらって、ましたけど、久しぶりでしたけど。広瀬さんは、広瀬さんのバンドとして出るのは初めてです。そうですね、ゲストで出ることは、結構、うん、あったけど。うん、ワンマンは、な、ないですね。初めてやらせていただきました。楽しかったです。本当にありがとうございました。やっと出会いましたね。そうですね、気分ですけど。あ、僕、あの、割と。 あの人と付き合わないんですよ <laughs> だからあんまり知り合いっていないんですよメジャーのでも同じように例えばレピッシューだとか同期の人たちが集まってライブとかやったりしたんですけど一番驚くのが僕が出てきたことをみんな驚くんですよそれぐらいその当時のバンドとも全然飲みに行ったりもしてないしあそうなんですかなんですよ でも今回、やり取りとかいろいろさせてもらって、はい、すげえちょっとこう失礼かもしれないですけどもうすごい早いしメールとか早いしちゃんと質問しちゃっちゃねあ,ありがとうございます。何しろスマホを持ってないんでガラケーもスマホも契約したことすらないんですよ、僕だからメールだけはものすごくちゃんとやってます。パソ,パソコンですね <laughs> あと iPad を通話はできない,い,い <laughs> 通話はできない iPad で SIM カードは入ってるんだけど、はい、データ通信のみ <laughs> なんかでもなんかすごくとこそこのマネージャーとかよりすごく気持ちよく仕事できましたあ,ありがとうございました素晴らしい <laughs> はいそしてモダンドールズお二人ですね、えー、佐藤さんと増川さんと ちょっと待ってください、先にあの日のお疲れ様でしたというところでね、紹介だけさせてください、もう一回、き昨日モダンドールズとして、それから佐藤さんは、ベベルッツもねそう昨日はベルベッツとモダンドールズ、2つで。ベルベッツも、松下さんが弾いているという。たまたまなんですけどね、同じメンバーで。 2つバンドを掛け持つみたいな形になってまかぶっちゃったっていう。2人とも<在>でこのね。福岡の人たちはお酒が進むんですよ。<laughs> で、昨日帰ったのが6時でしたね。さっきだもんね。もうさっきみたいな <laughs>、えー、それからの今日でございます。その辺は皆さんあのご了承していただいた上で。 もう一回広石さんに振り直して、ここで乾杯をお願いしたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、失礼しました。さっきり走りました。早く飲みたくて。<laughs> じゃあ、あ皆さん、お久しぶりです。久しぶりです。乾杯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 はい、い、お疲れ様です。すごいね。ああ、うまい。うん。イエイああ、うまい。ライバーとはうまいですね。やっぱりね。このパターンは、初め。て でですクラブ級では初めてなんですけどひろしさんとかあるんですかライブが終了後にないです公開打ち上げみたいな。ないです、打ち上げ自体やらないです、僕らは。で、す、あ、か、のー、実は今日ねそね、僕側からひろしさんワンマンの後にこういうことやりませんかなんてとても言えないじゃないですか、皆さんあのひどいライブはずだなとか思ったらしですけど。<laughs> 働かせすぎみたいな、広さんんから提案していただいたただですよそうなんです、<laughs> あのライブ後だったら、あのちゃんとライブにはヘアメイクさんも来て、きれいにしてくれるんで、<laughs> それだったら、ライブ終わってやればいいじゃないかって思ったんです、すごいありがとうございます、うん、本当にありがとうございます、うん、いやいやいや、もう髪は立ててないけど、割とさらさらにこうやってくれて、えー、で帰っていってくださったっていう、あもう帰ら,、ね、られました。はい 大事なことなんで、特にアップビートは <laughs>、はい、そういうイメージがある,あねねあるので、はいえー、そうさせていただきました。いやでも、ひろゆさんがこんなに楽しくおしゃべりできる人と、僕あんまり想像してなかったんでそうあのでみんな、僕は割と思い詰めた寡黙な人間っていう印象を持っている人が多いですけど、はい、まあ真逆です、本当は。<laughs> うん いやもうよかったですあ何しろだって僕らってほら吉本じゃないですか土曜日の夕方帰ってきたら吉本新喜劇を見るって子供の頃そうじゃなかったですよ、うん。で吉本とかドリフだとかって育ってるからお笑いにものすごい強いしでもまあ一般的に北九州の人ってめっちゃ怖いじゃないですか、うん、あるあるあそう思うわれてる人は多いですけど、うん、あまあ 本当に怖いのい,い,っぱいいいのっぱるけけどどねだ北九州のミュージシャンではあのそういう危ない人はいなかったですね<ー>池畑さんとかは昨日一緒させていただいたんだけど<ー>まあ相変わらず優しい優しいよね、うんまあ、じゃあそんな何十年前になるんですかね20年らい前の40年ぐらい前の話になるんですかねその辺の80年くらいの。 1980年代福岡の話をちょっとしてもらえたらいいなと思うんですけど <laughs>、はいまあ、さっき言いましたけど僕が高校生でえちらほちら電車に乗って福岡に行って右も左も分からずあここがケゴ公園やとか <laughs> 朝き公園やとか <laughs>、うん、えそこでもういち早くなんか野外フェスみたいな感じになってませんでした,、うん、ありましたね,ね、うん、そこ筆頭でもうモダンドールズやキッズや。うううんうん、うん から比べるとちょっとアップビートは若い年です若かったんですかね。うんうん、僕ら一番最後その博多天人解放地帯天人解放地帯っていうのに出たのも僕らが一番最後です。うん、そうかもしれないですね。<ー>うん、それはあの天神開放地帯っていうのには僕行ったことないんですけど、うん、ビブレの屋上そうですね。うん、はいベスト電気の隣のビル。<laughs> ど真ん中ベスト電気の分かるやろ受けましたマジどうでもいいですけどビブレのビルの屋上でやってた屋上屋上なんか空調機がバカンとあるところでねどのぐらいの広さだったんですかいやそんなに大きくはないですだけどステージは割と大きめに作ってたんでここよりも横幅あったかな あったし、奥行きもちゃんと取ってて。だって、まあ、大きいっちゃ大きいのかな。大きいかもしれない。三百人は入りそう。もっと、はい、五百人。五百やね。五百おったよ。五百人。だから、る屋上ですか。これで、アマチュアしか出らんちゃけんね。アップビートモダンドールズ、アンジ、キッズ、アクシデンス。全員アマチュアってこと。全員カテゴライズは。カテゴライズは、FM 福岡っていうのが、あの、ライブエクスプロージョンが主催して。 地方局がね。ヒートウェーブも出なかった。出た出た。出たよね。出たらし山口博一。うん。うん。500人ビルの上に。そう。狂ってる。稲葉物置もびっくり見たいな。チケットも安いっちゃんねおそらくね。そうですね。だから中高生が買えるんですよ。1000円とか1500円かな。るほどですね。で FM 放課で深夜ライブエクスプロージョンというラジオ番組をやらせてもらってたりして、もうバンバンあの。 アップビートの曲とかもかけさせてもらったり<ー>当時まだデビュー前の,あのボーイさんとかね、はい、デモテープが来てで、うん、ラジオのディレクターが桐谷君これかけてとかっつって DJ みたいなことやらせてもらってそうそうでそれは、えー、ワンナイトキッズとは別に一緒一緒桐谷君のワンナイトキッズとか言っそ,それの話です、ね、で博多弁でずっとラジオ場し寄って、えー、<laughs> それはね深夜の1時か2時あれ。うん うもねやってたそれやってたでしょラジオモダン・ドールズとキッズはもう超ライバルやった俺が週仲悪かったねやりやとオールナイト・日本みたいな感じで仲悪かったみんなそう印象あるけどねオールナイト・日本みたいな感じで週に役割が変わっていったって役割も変わるし自分たちが今度ビブレの屋上でやるぜって言ったらそれこそ多分九州結構電波が通っとうけん狂っちゃうねいっぱいね子日もたちがね いくと喋ってたけど。東京とかから。からやってくるんよね。そうそう、東京からきん、きゅんしちゃった。そうなんですよね。わざわざ。うん、あの、ちょうどね、千九百八年代のエイティーズファクトリーができて。モッツルースターズ、ロッカーズが、バンバンバンと跳ね上がって、東京にいきんしゃったじゃんね。で、東京に行く前に、ファクトリーで、俺が18歳で、モッツやら見よったら。東京の人たちがモッツを見にきゅんしちゃったもんね。ものさ、アンテナの、はっと人たち。 そのエイティーズファクトリーはどのぐらいの期間あったんでしたっけ短いといでしょ34年ぐらい年だよね最後まで俺い。短い出れんかったもん俺あそうモダンドロスぐらいよ僕も出たことないですないですよねええものすごいかっこいいライブハウス3年だけだったんですかそうアナーキーやらも気分しちゃったよあじゃあ結構東京からの番組で東京からももう本物やね来るんですは アゴ5を出した頃のルースターズのローディーとして入ったことありねわかるわかる北九州でね地下のステージの下そこで花田さんのグレッチのギターあれやばいギターですごい古くて弦を全部取ってしまうと外れちゃうんですよだから一本残して他を変えて最後にその一本を張って。 持ってるけどそうしてる。うん、グレッチやろそう、それをやってチューニングしてはいどうぞって花田さんに渡してあそげなことしよったと。<laughs> えら、ー、い、15ぐらい。15でそげなとこに出入りすること自体やっぱりちょっととんがっとってよ。どう考えても俺18でもビビっとったん。博、はいまあ、石君と最初だったのがね、か高校生ぐらいになかったそ。それぐらい、16か7。あれ、箱崎隊だったのそう、箱崎隊。<laughs> マスターさんと箱崎やあの。初めて箱崎隊を俺見に行って。はい ちょうどモッツがあの東京に行く直前<ー>でまだモッツだったよね。ういうことですかパンクじゃなかった。まだミつボタンとかいそうであとフルノイズとか。ルノイズかっこ 本ものすごいパンクの星とかもしびれたもんな俺あとロッカーズも出たよねロどうしてましたっけ出た出たルースターズは来てたけど出してもらえなかったんですよ実行委員会のお兄ちゃん一番偉い人が「ルースターズがナンバーワンじゃ!」とか言って待ってたのに出してもらえなくて帰っちゃったそれひどいね大学生だったんですも人間クラブの南さんもいたよね一緒に。 南さんと佐谷さんがどこかで殴り合いの喧嘩をしたみたいで血を流している状態で俺と松川さんが見つけて佐谷さんについてたんですかね。でしょ、そこで喧嘩した2人をなんとかしどうしたんっていうのが初めての出です。 ね、血まみれ。血まみれ。特に、南さんがね。そうそ南さんと佐谷さんが、それが出会いなんですよ。最初。南さんと佐谷さんが喧嘩したわけじゃない。違う、違う。どっか。他の、なんか。それ聞いたことある。悪い奴をやっつけてた。悪い、言ってた。二人、二人で立ち向かっていた。主に南さんが受けてた。主に。それをどうしたんっていうので。俺と、あの、松川さんは出会った。 そこで仲良くなった。なるほど。うちに泊まりに来たいりとかもあったもんね。いっぱいいました。え、でもと15歳とかでしょ？16かな？16かな？マセトン社。松川さんどう思ったんですかその時？まあ中学生、ね、ち,ょちょっとまあ生意気なやつやなと思ってましたけど。うん,うん。 そのうちだんだん自分でバンド作ってきてななるほどみたい早かったっすね、じゃあ早いんです、僕、混ぜててそういう環境があったので僕はよくインタビューでも言うんですけど最初に音楽に触れたのは幼稚園上がる前におじさんが持ってきてくれたレコードプレイヤースピーカー付きのそれで。 デイドリームビリーバーが入った4曲入りの SP 版というやつで当時モンキーズショーもやってて、うんね、再放送で、うん、それ合わせてモンキーズが大好きでもう「デイドリームビリーバー」は空で歌えるっていう歌詞カードなんか見たことない、うん、幼稚園で今度は小学校2年生の時に文字港から代理っていう文字の,あの一部の地区に引っ越してうちが食堂を始めたんですよ。うん、そうすると たまり場になっっちゃって高校生代理高校っていう<ー>今大召喚高校っていうのかな、はい、のもう本当に一年中いるんですよ<ー>でか,かけ麻雀するあ <laughs> <laughs> 食堂でね麻雀するわ花札するわタバコ吸うわ, <laughs> わで正月になると10人ぐらいいるんですよううで朝までやってでみんなで寝て<え>で でそういう人たちだからレコードとかもいっぱいなんか持ってきて<ー>いつの間にかフォークギターがあったりとか当時フォークブームだったし、うん、そういうので音楽気を持ってでラジオかけてるじゃないですか食堂だから、うん、FM なんですよそうするとロックもちょうどジョージとリンゴがものすごくいい時でそれでも兄貴も音楽どんどん好きになって、えー、ある一人からビートルズの。 前アルバムも中古で新配達したバイト代で買ってでそこからもう兄ちゃんはどんどんロックにのめり込んでいって、えー、キング・クリムゾンだーとか、うん、もうハ,ハードロックだーかだからもうまんべんなくいろんなジャンル聴いてきてるんですよ、ね、そ,そうなんですよだから子供だから全部同じなんですよ<や>アン・ザ・イ・マリアもアグネスちゃんもあのビートルズも同じなんです泉谷茂もなんかねでもその下世代 って感じるものはもう福岡の人たちはパンクとイギリスのビートルズマジビートみたいな、うん、ビートルズとローリング・ストーンズしか聴いてないみたいな、うん、<laughs> あとギター弾くときはダウンピッキングしかだめ <laughs> <laughs> ありましたねありましたよね、うん、ベースもね。 ベースももちろん。うんあの時、指で弾くじゃなかったですよね、ベースね。指は出さ、出さ、出さなかったね。<laughs> 今主流やけどね。もう、まあ、ピックですよ。かか奈良さん、昨日、ブリブリ指た、ね、<laughs> バリバリ、引けなかったね。うん。だから、僕は、だ、そういう環境だったから、松川さんに初めてお会いした時は。まあ、生意気に映りますよね、あの、ああ割と知ってるし、言うし。そう,そ,うそ,うそう、そう<ー>、そう、そう、でかいことばっかりよ。うん。で。まあ。 そうこうしてるうちに原島さんとかともお知らせしたんですねスマあのそこで俺アップビートがガラッと変わったのは原島さんが僕らをジャンピングジャムに出してくれたスポーツセンター出た出たその時に俺またデイドリームビリーバーやっちゃったんですよそれがもう先輩方にものすごく受けて受けたんですちょっと今気になったんですけど あのジャンピングジャムって原島さんが企画してんですか。原島さんと相談したら、電車へって言ってくれて。どれぐらい絡んでるのか、僕は知らないけど。まあ、本当に。そんな感じだったんですね。でも、その前に、僕、アップビタアンダグラウンド時代で。また、これもね、ラモンズ、俺やってたじゃないですか。フジエー劇とか。出させて、それは、俺も原島さんと佐谷さんでしょそうそう、あれ、原島さんと佐谷さんが。 企画して映画館でね、うん、古い映画館そこにアップリとアンダーブランド出たんですけどラモンズやってるから、うん、まさにダウンピッキングじゃないですかこれまたそれもものすごい先輩たちに受けて後藤 <laughs> さんのとこ連れていかれたりしてだからそういうのでバンドをちゃんとやるようになってからは博多の先輩に本当に可愛がっていただきましたでも可愛かったっていうのはあるんでしょうね あのちょっと上の世代から見た時になんでしょうねあ,のあざといモンキーズとかあざといじゃないですか <laughs> 急にやるって <laughs> そこは割と計算してたかな俺嫌味がないよねでもね <うん S 2> でもあのジャンピングジャムでいきなり300人とか動員するようになったんですよ <うん S 2> ああ,そうあ <ー S 2> で天神開放地帯もつながっていくっていうそれこそキッズやモダンドールズはもう1000人アマチュアなのに <laughs> っていう伝説が近い伝説が舞い込んでくるんですけど実際どうだったんですかあの頃のその観客伸びていく感じとか、うん、いもうダンデブルーズはすごかったよまあはいあ<ー>、まあ、昨日の打ち上げでもねさざん話したんですけどあメディアが揃ってたんですよあ,<ー>あそうだ自分たちが子供の時にその大人だった人が、うん 例えばねテレビ局、あのー、だのラジオ局にアマチュアを何でも出してくれるんですよね、雑誌にしても、ねうんうん、シティ情報福岡とか、うん、でシティ情報福岡でねあの松川康之特集とかやってくれたりすごい、ね <laughs> ね、とかあとブルージャグビートマックスとか、ねはい、あったしうん、うん、あと、まあ、まあエ8 0ズファクトリーもそうですね。 ライブハウス、とかね。あと、KBC とかね。全部揃っとった。あの、岸川さんね。その、岸川さん。揃ってた方が、すごい力を持って、応援したっていう。さんとか、チューリップを世に出した人だよね。KBC の。っていう人が。もう、新しい若いバンドを見つけたくて、しょうがなかった。そんな感じ。福岡を盛り上げ。それの番組も、まあ、いっぱいありましたよね。もう全部、だから、もう、一つじゃなくて、そんないろんな。 大人たちがいろんなもうアマチュアをもう復習してくれたぶんですよね。あの博多とか来たけど今考えたら独特ですね。今公演でどんちゃかドラム叩いてやるの無理ですよ。まあ昔もなんか突然なんかね電源切られたりしてましたけどね。うん、もちろんもちろん,んですか。それでも抵抗してちゃんあのやっ やっててくれてたんですよえだから言ったらあの東京でね、ほこてんだ、原宿のね。始まる前に、福岡では似たようなもうことが起きてたんですよね、うんうんうん、公園でね、ただそこも本当、ちゃんと大人が作ってくれて、俺たちは乗っけさせてもらうみたいな、展示会法自体もね、だチケットがね500円とかなんよ、大学祭とかでも、うん、学園祭。そこでだから テレビであのテレビとかラジオに出てるもんだからああ客が来るんですよ来るガンガン来て客が子供たちがねそうそうそうでも実際レベルが高かったですね、うん、多分今思っても、うん、今改めて聞いても多分じゃなくて絶対的に聞けますもんねんまあヘビメーメタルとかあのファンクとかお笑い系のバンドもまあいるいろいろいるんですよああで まあ、そうや、仲も良くないんだけど。<laughs> あの、やっぱりレベルが高いんですよね、みんな。うんね、演奏うまが、うまいし。あのー、一般的にね、シュッとしてかっこいいバンドが福岡のバンドのイメージってあるんですけど。ちゃんとお笑いのバンドとかもあ、ね。いいありましたね、うん。いっぱい。面白かったですよ、だから、アンジーとかディーボとか影響されて、やっぱ面白いニューウェーブなことやってたしそう。みんな工夫してね、いろいろやりよったよね。うん。うんその影響しあったり。 はいやもうさっきね、はい、そのモザン・ドルとキッズが仲が悪かったっていうのはその悪,悪いっていうかまあそういうこともあるけどサタニさんとかはもうほ僕にとってはもう雲の上の人やったからね先輩でね。<ー>うん、それで あのサタニさん自身もね、まあ変な話あの人がいるときにはあんまりこう優しくしてくれんちゃうけど、二人きりのときはね、ある優しいっちゃう。うん二人きりのときはね、いや今度の曲かっこよくないとかって言ってくれちゃっちゃうね。本当に。うん。ものすごく嬉しかったよ。サタニさん、そう知らないね。あまりわからない早くになくなっちゃいましたからね。モダンドルズの最初のまあリーダーボーカルって言っていいんです。そ今太二くんがね引き継いでるけれども、モダンドルズのボーカル。その前前オリジナルのね。 酒の飲み過ぎで40歳で死んじゃったんですよ自転車でこけたって聞いたらそうやろデビッド・ボーインに2トンしちゃったよものすごい男前でいやいやもう今日帰ってですねちょっと検索とかしてもらう出出たらるよねこれはもうねびっくりしますよねこのレベルがアマチュアでいたっていうのはうん 後にも先にもみたいな、だからロッカーズもズルスターズでモダンドールズがいて。でキッズがまあ年齢的にね、いて、でアップビータアンチ。アクシデンスはちょっとまた別のところ。フルノイズももう別格やもんね。アンチはもう年上ですからね。そうね。僕らがやっぱ一番。ちょっとずるいちゃ、やっぱ。あの綺麗やろ で、若いけんさ、うん、俺だけあのビクターの人からさなんかあの天神会をしてキッズは見に来るけんって,ってアポイントもらって、はい、であじゃあもういよいよ俺たちもメジャーデビューばいとかと思って、うん、ビブレのなんか6階かなんかのレストランであのこう面,面接みたいなことしてもらったわけ、はい、で生まれて初めて東京のレコード会社の人と喋りようわけよ安売りしたらいかんとか思うわけ俺。 うん、森山さんからこういろいろこう言われるステージの上からは信用したらいかんとかさあメジャーとかはもう絶対気をつけやいとかやって、はい、なんかそげな歌ばっかり歌いにいらっゃったろう、ねうん、で一回もっつも東京に出てきて戻ってきた経験もあるけんそそ、えー、そうそうそうあと長渕剛さんとかも俺仲良させてもらってて剛さんも一回デビューして戻ってきてんしいけん、うんうん 東京へえずいとこと思ったわけよ。それでもうメジャーとかって言ったら全部俺たちの音楽塗り替えられると思ったわけビクターの人が来たのにしたってもう悲かんわけよ。それは分かりやすい例でね、チェッカーズがもう、まあ、すごく、あの人はキャパシティがあるけどね、まるで変わっちゃいましたからね。うん、リーゼントやったけどね、そうですね、チェッカーズはね、本当にゥーアップだったね。あれ、うちらと同じコンテストに出たんですよ。モモーーシショョンン あのチェッカーズがジュニア部門でうちらはあのちゃんとシニア部門、うん、で出てどっちもあの東京に呼ばれたんですよ、その後、うん、であの渋谷の某スタジオでプレゼンみたいなライブやらされてで,でうちらはでそこでサインする段階あったんですよ、うちらはサインしなかったんですよ、そこで。 先輩から散々言われてるじゃん。そうだ。そういうね。あそこはなんか著作権全部持っていくぞみたいな。そうそうそう。ビジネスがクビったけか何かの頃チェリーにクビったけ。あ、そうそうそう。エモーションそれ俺見に行ったよ、それ。チェリーにクビったけ歌ってましたね。あれ画像あるよ、テレビでのれてそうあるある俺見に行った。佐藤さんはね。 実はあの九州の人ではなく東京の人でずっとそのシーンが好きでモダン・ドールズが好きでって言ってやってたらうん、うん、なんかモダンドールズに入っちゃったんですね、はい、なんか入っちゃったったていうかみんなさっき話してたようにあの、まあ、サタニンさんっていうのは本当にすごいもうめちゃくちゃかっこよかったんですよ。でやっぱり東京にモダン・ドールズはあの年に何回かあのライブツアーで来てて。うん 新宿ロフトとか、はい、渋谷の足部とかであってそこに俺たちはやっぱ情報をキャッチしてい,い,いくわけですよその時に、うん、初めて見て、うん、もうすごいし10代だったんですけどすごいショック受けてもうほんとさっき言ったようにあのちょっと飛び抜けてかっこよかったですね<ー>それでもう影響を受けてでまあ全然その後あの何年かしてからよく東京に佐谷さんも上京して、うん、で仲良くなってよく一緒に飲むようになって、ね、最初の出会いの話ちょっとしてくださいあの ああのーまあ、さっき紹介してもらったベルベッツというバンドをやっていてそれで、あのーまあ、まだ今、えー、松川さんと一緒にやってるんですけど、あのー、入る前の本当、まあ、最初期の頃のでシンジクロフトでやっててでたまたま共通の知り合いがいてサテニさんがいきなり楽屋に来たの来てくれたんですよ。でもうびっくりしてサテニさん来る知らなかったからサテニさんだーと思ったらあ、ボーカルの君。あのー この後ちょっと飲めない?」って言って「えはいいいですけど」って言ったら「うん、もうちょっとちょっと来てちょっと来て」ちょっ,と来てって言ってさーって外出て道っていう居酒屋があってシンチクロフトのそばに「でここここ着替えとか終わったらここ来て」って言って <laughs> それで行ってその後行ってそしたらあの本当にあの、まあ、俺は緊張してたんですけど「はい、あのもう何今日ねライブね見たよ」ってもう本当に。 もっとより優しい感じで喋るんだけど今日のライブ見たよって言ってそれであの感想言っていいって言ってそれでまずね、えー、詫びサビがないあのねさび <laughs> ばっかり分かるよさびを出したいのは分かるんだけどわびがあるけんさびが目立つんよって言ってでもういきなり曲の曲作りの話をし始めて。はい まあでもあの、まあ、ステージングもかっこいいし曲もいい,い,いけどでもあのはっきり言って俺たちみたいな俺たちみたいなのに影響されてないってはっきり言われてで、まあ、俺もう正直めちゃくちゃ影響されてたんですよその時は。でまあ,あのでそれは早くやめたほうがいいあのそれは自分がサダニさん自身が経験したことから俺は言っている。 俺はサンハウスの柴山さんが10代の頃から大好きですごい憧れて影響されていてモノマネをしよったんよでそのままモダンドルズをやっていたけどあので苦しくなったで俺は自分のスタイルを見つけないけんと思ってあの今のモダンドルズあ今っていうか、まあ、その時はもうモダンドルズは自然消滅している状態だったんだけどあのモダンドルズを変えていったんだよっていう話をしてくれて、えー、であのだから佐藤君も あの自分のもっとオリジナリティを出していくっていうことをあのこれからどんどんやっていってバンドをいい感じに変えていったほうがいいよって言ってくれてそれはもうずっと二十のの歳そこそこの時だったんだけどあのずっっと残ってますねすごい話ですよねなんかプロデュース能力も高かったみたいな40分のステージを見てねあの昨日のセッション 奈良さんが入っっって、はい、サンハウスいっぱいいぱやったじゃないですかモダンドールズもアップビートもやっぱ80年以降のちょちょっとニューウェーブな匂いもいっぱいあるじゃないですかです、ねうん、16ビートだったりいやまあサタニさんも多分同じこと考えてたと思うし僕も考えてたし、うん、ルースターズもだんだん変わってき始めてた頃ですよね、うんうん、でみんな脱メンタみたいな空気が。 がありました桐、うん、さんんもやっぱそんなりスタイルカウンセルとかバンバン出てきたんね。うねでもそれこそジャパンとか、ね、でもキッズは俺初めて見たのは伊東津に行く前のヤマハライブホール覚えてない <laughs> インアンドアウトとかですよそ,あそこじゃないヤマハで見たで見に行って、うん、あジョニー・サンダース好きなんだハートブレイカーズなんだっていうのが最初にそれはもう アップビート俺ややっっててたかかかなないかかんないわんです、うん、あのそういう感じのバンドだったんだけど、うん、もうあのカセットさ俺らがまだ九州にいる頃出したのあれもさほら歌詞なんかさ「バックストリート37」を裸足で歩いたことあるかいなんてさ、うん、もう。 脱してんですよなるほどちょっと嬉しいこと言ってくれよし何このワクワクする話どこだよバックストリート37七。なんだっけななんかこうワクワクする感じの歌詞の作り方ででで俺気がついちゃったんですけどアップビートデビュー曲え、えっと大沢良さんと柴山さんですよねあすごいね すすごいでよねその柴山さんというのがサンハウスのボーカルの人なんですけどあれはビクターに無理やりやらされたんですけど柴山さんがああいう甘い歌詞ちょっと恋心あるようなくじゃないですかルースターズでもあったけど。ですよ常に 柴山さんは常に志村です。いや、志村。せっかくいいこと言おうと思ったのに、その通りです。大丈夫です。大丈夫ですもん一言で。終わりましたねこれ。てかまあ九州とか博多サンハウスがやっぱあったしね。はい。その辺をやり続ける柴山さんはやっぱりすごいんですよ。すごいですよ。本当にすごい。現役75歳。うん。やっぱね。奈良さんも70て聞いてびっくりした。昨日昨日ね。初めて僕お会いして。 でロッカーズの船越さんも昨日<ー>ゲスト来てくれんしゃって<ー>これでサガハウスの曲3曲ぐらいやらしてもらってね、うん、最後レモンティーやらしてもらって、うん、<laughs> 奈良さんとねで,ねでその昭和っていうライブハウスがやっぱあったみたいで、はいうん、で俺高校の時行ってるんですよでその時ちょうどさっきの中渕剛さんがまだアマチュアでやるようにしちゃってでその前にやっぱチューリップとか海援隊とか、うん、あのずっとその系譜があるっていうかね博多のねその、うん で、うん、さっき、あの、松川君が言ったこと、の大人がね、その、子供を応援するっちゃうんだね、なんか博多と。はいはい、うん。うな、そういう文化ありますよね。うん、ありましたね。ちょっと谷町やないけど、うん、うん、うん。やっぱ、こう、子供が成長していく。なんか、上手くなっていく姿が好きで。で、こう、才能を見出すのも好きみたいよ。ああ<ー>。うん。そげな文化があって。<ー>で。世話焼きですよね。世話焼きやね。うん、それで、あと。 みんなどうか知らんけど俺、子供の時親戚の前でなんかさせられるわけよ。にわか先輩やないけど漫才でもいいし歌でもいいしなんか歌わんとお年玉がもらえんちゃう。北北九九州州ははなないいです博多は食堂やったらなんかさせられんかったら自分から小4の時にその大理高校の文化祭に出ました「魚屋のおっさん」を歌ったと思う。 あのねのね <laughs> <ごい S 1> あのねのねねを歌いました<う>んな,なんか目立ちたがり屋なところもあるしねなんかもう盆正月って言ったらもうそ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 うですよ<う>芸能させられますもんねなんかさせられるでおひねりやらもらうけんやっぱこう味しめるわけですよ <あー S 1> で舞台で何かやって、うん、受けたらなんか褒めてもらえるでしょはい,はい,はい子供はやっぱ褒めてもらえるのが一番嬉しいっちゃう、うん多分ねちょっとあれやけどそのなんかやっぱ 親戚付き合いの下地みたいなのは、やっぱ。影響ありますよね。下地はある、絶対。ね。どうなんでしょうね。東京とかだと、その。親戚が集まって、ワイワイガヤガヤとかすることって、あったりしたんですか。ちっちゃい頃。いや、でも、やっぱり、話聞いてると、あの。あの、やっぱり、福岡とかとは違うと思います<ー>。これ、サテンさんと、正月、東京で一緒に過ごしたときに。 佐藤、東京の正月のやり方教えてくれって電話かかってきてで、元旦からそれで行ったんですけどやっぱ東京の正月はつまらんねって言ってました自分も実際神社とかあるじゃないですか福岡の方は1週間夜通しやってるんですよ東京って元旦から閉まるじゃないですか夜中になったら。 2>, で2日、3日になったらだんだんあの閉まるのが早くなって、はい、なんだこれとまあまあいろいろあるやろうけどね、<laughs> 東京にも。いや福岡、本当ね、1>, <laughs> 1週間ぐらいずっと徹夜でやってるんですよ。うんねえ 祭りもすごいですもんね。北条へとかね。北条とかね。あんなのないもんね。ここざきさい大学ね、文化祭でも、もうボコぼこやもんね。みんな飲みまくりやもんね。ぼこぼこで。あれはひどい。あれはもう未成年たちがもう。最悪の。それは喧嘩もするわな。今、あの成人式で歩いた九州。がそうかもしれん。一番、なんか、こうなってますよね。なげな感じかもしれないですよ。好きなんですよね。エネルギーがあるとですよ。 うんうんさあちょっと雰囲気を変えてですねうん、うん、ちょっと画面の方にのお客さんにちょっとうん、うん、<laughs> 終点を当ててみたいと思うんですけど115人今見てらっしゃいますやったーやったーあ配信でねっっはいで観覧のお客さんもいっぱいいらっしゃってますねいっぱいいらっしゃいますねうんさすがアップビデーで <laughs> ありがとうございます、うん、なんかね質問がある方ねここ書き込んでいただいたりすると ちょっとそこから聞いてみようかなと思ったりするんですけどいいかかがでござましょうね会場の皆さんもこれ聞いてみたいとかコロナ中なんであんまり口を開いて仕方ういですねとっても粛々と見ていらっしゃいます、ありがとうございます、本当にこんな遅い時間まで。

マスタリングっていう作業を僕がやってます。へえ。うん。あのなぜ？いや僕できたから。マスタリングエンジニア。うん。すご細かい仕事好きなんですね。あのそこ切り上げさんと違うところ。昔からデモテープとかすごい作る人間だったから、そのコンピューター知ったらコンピューターの中でできることっていうのは、まあ映像編集から何から全部。 や,やろうみたいな感じで学んでその時にちょうどサタさんが亡くなってしまって、うん、あの松川さんからあのやってもらえんかねっていう話が来てああやりますっるってやつねへ<ー>だけどあの当時あったプラグインであまりああいう風な取り方をしてほしくないっていう注文があって <laughs> じゃあ元を生かした感じでノイズを取って。 いいろろ注文したよねで、いいですかってその流れの一環でモダンドールズの「ブラインド越しの俺たち」っていうビデオが今も残ってるんですけどあれ編集したの僕です。すごいあそうぜひ見てほしい。スマホ持っとらんって言わなかった最後めちゃめちゃスマホ持たないんですか。ねえ、嫌なんです通り越し尊や。電話が嫌なんですよね、きっと。というか、その当時、僕ちょっとあの。 インターネットのセキュリティをやってる会社に取締役で俺入ってたことがあって基本的にネットを信用しないんですよ。なるほど正しいよねそういうことでだから僕はもうでもメールとかはウイルスさえチェックしとけば全然問題ないので上を一ブラインド越しの俺たちあれ結構いいでしょ いいですねね、いいですそう、松木川さんからもういっぱいビデオを渡されてで、この、ここは使いたいとかもうね、自分のジャンプのところかそこは使いましょうみたいなこの人ね、それ絶対入れる絶対あのキにする部分そう、あのね打点が高いジャンプは絶対入れたからジャフーっぽいやつは入れるよねでも昨日も飛んでましたもんね実際あとヒートウェーブの山口 サタニさんのあれがかっこいいって言ってたその後ろ姿のを入れてくれとかヒートウェイブの山口も散々なんかね、はい、あ,のあいつもなんかあのそのテレビで見た口なんですよあちらがテレビに出てて「エルモーションラグ」っていう番組やってでそこでまたモダンドル特集とかやってくれてて、はい、でそ,その中のあれがねあれがもうショッキングだショッキング すごい影響を受けたみたいな話してはい。はいまああのヒートウェーブもねあのトリビュートで一曲やってくれてますけどね。ね<ー>はい。も、ま、う、あ、そういう付き合いです、ねえー。そんなね、えー、書き込みがねありましてねそのモダンドールズボーカルのサタニさんの破天荒エピソードをぜひお願いしますっていう。いやちょっとやば <laughs> <laughs> やばい,いやこれ放送 <laughs> これは放送がね <laughs> ちょっと <laughs> さっきちょっと楽屋でちらっと。<laughs> ね、喋ったけどね。これ生放送ですからね。だめでしょう。だめです。だめですか。ピーを入れたら。ピー、はい、ピー。編集ですからね。俺が入れた。はい、じゃ。あ要するに名称。俺がピー、って言えばいい。うん、わからんけど。いや、いや、やめた方がいい。やめた方がいい。やめたほがいい。あの話じゃない。うん。いい系の破天荒さ。なんかありますか。ないんですか。あの。 ていうか普通に本当にお酒の好きな方だから朝まで飲むんですよ、サタデさんちにもよく泊まりましたよね、俺も平山さんも松川さんも泊、あのー、めていただいて朝まで飲んで,、はい、で昼ぐらいに目覚めるじゃないですか、はい、喉乾渇いてても普通の人は水を飲むと思うんだけど残ってる酒飲み始めるんですよ。朝 <laughs> 朝ね朝一発から あれはちょっとすごいよねさすがに松川さんもしなかったでしょ俺はそんなことしないですよだから今でも生きてるし車乗ってたしね生きてるっていう様子生きてるか死んで俺聞いたことある松川君をモダンドローズに入れるための試験あったが酒一生瓶全部その話んだし飲み切るかっていう話で俺ブルージャックなんかで読んだもん そのインターンまで。あ、昨日たまたま兄さんとその話した、したいしましたよね。覚えてますよ。でしょ。バンドに入るための試験が一生分飲み干さない感じ。十回ゲロってもまだ一緒に飲み寄ったら。いや、俺も絶対このバンドに入らと。そうそう、ギター弾くとか関係ないじゃん。俺より飲んだけんこいつば入れたっと四者圏さ。そのその話は事実です。やっぱね。佐谷さんとはできんとるもん。でもそうまでしてでも入りたかった。まあそうね。そうやね。そうやね。 ちょうどそれが年年年ででですすすかかいや、80 80年ですね、えーはい、ちょうどあのモダン・ドールズっていうバンドの最初のメンバーが今のモッツの千崎さ,さんと梶浦さん、はいうん、っていうのがいてその2人がモダン・ドールズ抜けてモッツに入ったんですよ、うん、でサタデさんが1人いるところに見つけて俺が「サタデさん何やってるんですか今」って言って「あの俺, <laughs> 俺バンド入れてもらえませんか?」 分かったって言ってでその後の飲み屋に連れて行かれて、うん、でそうなったわけです,すやっぱ本当やったった <laughs> そのまま行ったんですかそのまま行ったんすべてお酒入った時が80年あの犬丸さんがまだ、まあ、最初犬丸だった、ねね、いましたよね最初犬丸で、ね、<の>バキバキのベースのかっこいいそうそうそうジャンジャック・バネルみたいなストラングラーズみたいですっごいかっこよかったんですよでドクター X とかどころだ <laughs> 曲懐かしい。まあ、はい、そうですね。ねはい、い俺知ってるんだ超。超マニアだね。詳しいんだよ、ね。俺だって見に行ったもん、その。<laughs> で、佐谷さんが表で。もう終わって。こう。疲れて、こう、ちょっと。外で一杯やってる時に、<laughs> 俺初めて佐谷さんにご挨拶したんですよ。う,すうん、だから、だけど、二人だったから。優しかった。<laughs> <laughs> しかも、若いしね。 恐、うん、らくか可愛くてしょうがなかったと思うよ僕あの、南さんのお世話になってるっていう悪いまた自己紹介してずるいやつ、<laughs> いや、賢い、<laughs> それ絶対逆らえんもん、人間クラブの南さん、僕が<ー>そうそう、うん、ああ、南とみたいなや。じね サタニーさんと南さん同級生ですもんね。同級生で、そうなんだね。すごい仲良かった。そうれで悪いやつを成敗して血まみれの負けてしまうって。お二人あれだったんだろうな。破天荒じゃないですか。十分これでいいんですよ。でもこれはダメ。このこの程度の破天荒だったら言えるってことです。もっとすごいちごっちゃね。もっすごい話があるんです。 絶対メ他のアーティストさんに迷惑かかる可能性もあるしそううそそこをさっき俺楽屋で聞いたねじゃあ違うバンド名にして言ってもらえる超メジャーなグループ分かっちゃうもん分かっちゃう超メジャーなグループそこまで言ったってもう分かりそうだからダメダメそうそう勘のいい人はもう分かってるからダメですどっかウィッキーかなんか乗っとかもしれないんですよ 嫌ですね。まあ、よかったですけど。人間クラブっていうのは、ルースターズの前身ですよね。そうですね。あの。キキね、大江さんが、やっぱりなんか自分が歌いたくなったみたいで。でね、あの、南さんを外しちゃったんですよ。うん、あ、そうなんですか。そういうふうには発表されてないけど、<laughs> うんうん、あの、僕は南さんとすごく仲良くなって、<laughs> <ん>あの。北九学で初めて会って、うん、いきなり俺、南さん。 泊まりに行っていいですかって,って <laughs> なんか受けてみなみさんが面白いっつって <laughs>、うん、いいよっつってでも本当に泊まりに行ったんですよ<ー>でそうするともう古いアンティーク調のステレオがあってそこにあの「イギー・ポップ」とか「ドクター・フィール・グッド」をブスってかけてハープ吹いたりしてなんかかましてくるんですよ <laughs>、うん、でふっと壁見ると人間クラブのポスターがあって、うん、一人一人こう映ってるんですけど大江さんのところにバッ 罰が書かれててうそれで原爆の長崎タイプのやつファットなんとかみたいな爆弾をこう大江さんのところに落としてるい<だ>すごいだからこれは外されたことへの怒りなんだろうなって <laughs>、まあ、大江さんがね何年も経って仲直りして。 さんはねだから、南さんもサタさんも亡くなっとんしゃっちゃんね、う今この世にはオリんしゃらんとですけど、俺、一回だけ南さん会ったことあって、であの南さんがね、上さんの仲がいいって言って、上村さんって、るそうやろで北九州の人で、上さん、ギターキッズで弾いてくれるようなことがあって、それで上さんと遊び行ったら、南さん突然やってきて、めちゃくちゃかっこいいよ、高青年の服を着とんしゃって。 おキッズのキレイくやろうとか言って最近なんかあのガンガン行きようねみたいなこと言われて <laughs> あすいませんとか言ってもう, <laughs> もう分かっとうけんさ大先輩ってそれ、うん、たら俺とドラムの寺山と二人こうおってこうやってこう小さくなってこう酒飲みおったら南さんが俺のドラムの,あの寺山の前にこう起きてお尻を顔の前にこう打診し,しちゃって、うん、お酒飲みおってねブッておなら <laughs> <laughs> マウンティングよ <laughs> 要するにキッズがなんぼのもんやぐらいの。 気合で俺もも寺山も <laughs> <laughs> 完全にマウンティングを取られて俺そこで勝負してないんで大丈夫です平行いてくださいみたいな名前切っちゃ名前切ないけどねそれででも南さんはその時のエピソードぐらいやったね <laughs> んこれは何とも,言ん <laughs> もう全員破天,破天荒なんですよねう<ー>すごかった<ー>で必ずマウンティングも取るんよ俺知っとっちゃう多分う,うまいこと切り抜け取っちゃうね そうかもしれないですねだけど先輩たちはその上がってくる後輩とかのう分かっとっちゃろうねみたいなあるっちゃうけどテストだそうそうそこはね負けられないわけです僕は南さんは本当に憧れてて中学生の時からやっぱり大好きだったからあの松川さんのサタニツさんに対する思いと同じ僕が絶対に下からしか行かないので マウントとかそういうのじゃなくてキッズザメみたいに俺くっついてためちゃめちゃ生意気に思われとった原島さんからも俺は大体去年までお前のこと大嫌いやったとかって言われてうお前もう大丈夫みたい大人になってお前ちゃんと礼儀正しいになったけどいやいや俺子供の頃から礼儀正しよったですよって言っちゃうけどバレとっちゃ先週実はね えー、3人の方と、うんえー、収録したやつをねあそうそうだからその時ヒロシさんもこんねんって話しよって、うん、その時ダメやったけん、うん、今日設けてもらいんですけどす、ねまあ、そこで切りげさんの,あの砂浜での乱闘事件の話とかもいっぱいしてあるんで <laughs> そっちもぜひ見てほしいですそんな切りげさんにえー、ゴーアヘッドの 歌手は実話ですよねってきてるんですけど「ゴヘッドスリートナンバーファイブっていう昔の曲で未発表ですね。昨日の女は良かったでしょってことですかね。なんか昨日の女は良かった指まで愛してくれたかなんかしらんばってセックスの話ですよ。って言ったらう嘘です。それはもう曲ば聞いて皆さんが判断してくださったらいいですけどね女の人たちも結構気合入っておっしゃったもんね。いましたね。 うん、グルーピーがあると曲変えたぐらいやけどね<ー>やっぱ博多もす晴らしかったですよ<ー>うん。エネルギーの塊ですよあ<ー>なまあさっきもその下地がやっぱりいっぱいあるからそうなるんだみたいなこともあったと思うと田舎やけんや田舎だから田舎っつってもいっぱいあるじゃないですか、うん、あ俺港町が、うん、リバプールね結構重要なんじゃないかと思うんですけど <laughs> よく分かんないけど僕もだって生まれは門司港ていうところですね例えば広島だったり、岡山だったりも大体港じゃん。気が荒いですよ。音楽とか関係ないもとりあえず舐められたら終わりやからとかね全然鍛えてもいないし喧嘩弱いんやけど要するに舐められたらいかんじゃんい話が舞台の上で。 それとイギリスのパンクムーブメントがなんかぴったりきたわけよ。今って楽屋とかこうみんな。すみ分けてちゃんと。大事に使うじゃないですか。<うん S 2> <laughs> ちゃんとするよ。ね、当時どうだったんです。かバチバチですよ。怖いですよ。いや、それができてないとバンドできないですよ。でも。え、どういうことですかそれは。いや、それとこれとは別ですよ。そのライブで。胎盤で出るからには。<はい S 3> そのしきたりじゃないけど、ちゃんとね。<うん S 3> 順番で。 楽屋使うううっていのはも昔からしく言ます僕たちは舞台に上がったらありえんとです我がたちが一番と思ってやらんとねど先輩でもね楽屋でもむいたことないですよねそういえばないですよねいやそれも人として基本だもんねマジマジマジなんか「そうなんですか」って言っていいかどうかちょっと今分かんない感じなんですけど まあまあ、じゃあ逆に言うとそのちょっと後の方が楽屋が荒れてましたね。あそうかもしれないですね。かもしれないですね。<ー>僕らの頃はもうみんなちゃんと出番終わったらあっという間に片付けて次の人に渡してっていう。 出る人たちが多いから、それはもう鉄則でしたよね。それはもう当然のことです。九十年代の楽屋はなんか結構血まみれでしたよ。そうよね。俺もやりにくかったもん。なんか音楽が変わっちゃったんでしょうね。かもしれない。ああ、そかもしれない。だ楽屋が血まみれ。すごいそんなのやだ。やだでもバーストシティの影響がでかくて、みんなそのバーストシティを想像して東京来て、東京の楽屋めちゃくちゃになるみたいな。 特にあの二万ボルトって高円寺にあったじゃない。ですか <うん S 2> 高円寺ね。それは憧れ当初もおったしね。そうなんですよ。やっぱあの辺ぐらいで。ちょっと流れが少しこう二分してきて。たところはあったかもしれない。ロックのね魅力っていろいろあると思うんですよ。人それぞれにね。うん、ただあの。 なんかこう喧嘩が始まる前にこう鼻がツーンってするじゃないですか、今、なんて言って、キシャンとかっていう話がかでって、がんつけようとやとかったときに、このセリフよく覚えておいてくださいね、宿題でツーンとしてきて、ばーっとこう鼻ば殴られたときに、あれとロックンロールのイントロが、ものすごい俺の中でリンクしとっちゃうね。 <laughs> だもうどうしても俺あれ表現したくてこうギター弾きようとかあってあれを <laughs> あれをやりたいあの匂やん、ね、<laughs> やりたいって言っても,もう年やね <laughs> もうとるねじゃあ一 <laughs> 旗のイントロのとことかはあれはもうガン飛ばし合いの状態でガってもうそのまんまの歌詞の「マシンガンジョニー」っていう曲もあるけど。<laughs> はい まあ要するにうん子供の頃はねあの喧嘩はねやっぱりちょっとレクレーションみたいなとこもあるけ <laughs> ないないないあ <laughs> そっか <laughs> いやいやもう俺いませんよもう体も持たなしね,ねこういう会話が後輩たちにロックは怖とか間違って伝わるんですよ <laughs> 伝わりますよね<ー>、えー、だから今日正しい感じで正しい感じでさっきの松川さんが言ったことが正しい なるほどね。ちゃんとガキを使います。それはやんなきゃ。俺はやんなきゃ。モダンとの両親って言われたぐらいね。そうそう。そうだね。非常に優しい人だよ。みんな絶対納得するもんね。でも昨日写真見してもらいました。僕高校生の時。ああ見た打ち上げでね。はい見た見た。えっとですね。言っていいですか。あ、まあいいですよ。全然。見てって言って見せさ見せられたのがこんなもリーゼントで。 バイクの前に GT38 っていうあの鈴木のもう先輩たちがやんちゃな先輩たちが絶対乗ってる GT38 に乗ってらっしゃいましたしかも銀色のタンクで <laughs> 怖っと思って一番怖いタイプやねの日ステージの上で暴走族だったんだよねって言ったら否定してましたからねでも一つあれですよ目標を見つけたらやっぱこう頂点を目指すタイプな<ー>、あのか、ー めちゃめちゃおしゃれだと思ってそうよ、ね、ずっと思ってたんですあそうですか、はい、途中からですよねまあだからうちらもあれですよこの前の先週の,のあれもあったけど出す明太ですねやっぱりね、うん、まあカラフルに衣装をカラフルに練習の時に特攻服で練習されてたそそあそれそれはまたさ <laughs> その最初の時だからキッズがあれあの曲はヒーロー コンプレックスヒーーロねバックストリート37を「裸足で歩いて見たことがあるかい?」って始まるんだよすごいよねそんな明太の人ってそんな歌詞書かないからもうなんかこうああってどこにあるか分かんない街を想像させるその頃僕らは「バニティ」ってやつを作ったモダンドールズはヌーベルバーグとか作り始めてもう同時に お起きてんですよ確かにネタるんよね大すね不思議なもんって話したことそんなの打ち合わせしたこともないのに、ね、みんながそっちに舵を切り始めてあれは何だったんだろうでモダンドールズさんが FM 福岡で DJ やってらしたでしょで、はい、僕ゲストで呼ばれて、はいあのー、その時にできたばっかりの ニティとロストアフェクションという曲のデモテープをかけさせてもらったんですよそしたらサタデさんすごく驚いてて<ー>ものすごい驚いてる顔してるんですよで黙っちゃってるしサタデさんいいでしょこれって言ったら「おうんいい」「<laughs> <laughs> 最高の褒め言葉や、ね」うん「驚いたんだと思うんですよななあのアップビートの新感覚て思わず」はいはい、ですもうほぼ同じ時期にヌーベルバーグをやってたから「あそっかって」と同じって ような感じに見てんだなってな、うん、あれはすごく思いました。歌詞の影響は何なんでしょうね。音楽性みたいなのも洋楽からこう伝わってきて変化とかもわかるっゃから。やっぱり洋楽の僕らは歌詞カードを読んで育ってる。うん、洋楽の訳詞の、はいはいはい。そのニュアンスを多分に持ってますよね僕らってあのレコード買ってもう家に帰るの、うん、も楽しみなんですよもう。 それを読みながらジュース飲んで聴くっていうのがわくわくして家で。最高やね。の時でしょあそうなんですよね正座するぐらいの勢いですねリスコートの前であのこ音楽を聴くっていうのは松川さんもそうだったでしょやっぱりでも歌詞書かないからどっちかっていうと音ですよね松川さん。俺は音なんだけどあの 歌詞を書く人はやっぱり自分で何かこうストーリーを作れるはい。自分の中でね一人一人みんな違うじゃんそれそこは俺できないもんねやっぱねその代わり音はものすごい詳しいから松川さんち俺何回も泊まってるけどもう受信きたらアウトどういうことやもうレコードもあとカセットも異常なのよ 高さ高さが、これ、それ今も変わってないですよ、てないだも、しょっちゅう行くけど、まだカセットも聞いてんのあのね、カセットもあるし、あの VHS もあるし、8ミリもあるし、ベータもあるし、デジタル化、世の中デジタルになった時に、これ、全部デジタルにしようって最初は試みたけど、もう量が多すぎて無理。 無理なんですよ。だからもう一生、あのベータが壊れたら。またベータ買って。もうね、それ、もう十年か二十年。あと、そっちのほうがいい。いるでしょう。ね。ビデオデッキの形式のことですね。本当にすごい量なんですよ。でも、佐藤君も知ってるけど。俺も当時、この人は異常だと思ったもの。本当にね。異常です。異常、異常、異常。 ちん物持ちもいいから本当、博多時代にその実家にあったものも全部東京に持ってきてるし、うん、それがどんどん増えてるだけだから減ってないですね。変、うんうん、減ってないん,、ね、ないんだ <laughs> いんだ,だから僕らとかがちょっと間違った知識なんか言うと本当は分かって知ってるのにあの優しいから。 ほらさっきちょっと生意気だなと思ったっていうのはそういうところなんだけど言わないの優しわかるわかるそれ本当は知ってるんだあ間違ってるなってだから迂かなことは言えない人なんですよそういうところもモダン・ドルズの両親と言われている松川さんに知ったかぶりはするなとだめですよ松川さんに知ったかぶりしちゃだめです音楽に関してね 他のことはわかんないけどね <laughs> 他のことはう <ん S 2> <laughs> どうでもいいです <laughs> <laughs> でもねレコードコレクターもいっぱいおったですよ<ー>だからその松川氏みたいななんか人があのメンバーにもたくさんおってジョニー・サンダースやらあの当時さ日本で聴きよう人ってさものすごく怖いと思う、ね、イギーポップもで、ね、今でこそなんか表に出てもらしゃるけどうん、うん、めちゃめちゃかっこいいけどね <laughs> あのジョニー・サンダースとかさ、うん、東京の,あの中古レコーダーでね、うん、3万とか4万でレコーダーしてそれを俺に教えてくれたのが2代目かなんかのキッズのドラムのやつでーずーっとプラスチックの,あのビニール板でケ哉君これ聴いてあれ聴いてもうバンバカ入っててカセットテープがさ全部それダビングして。 そううい時代です最高やねまだ貸しレコード屋もない頃ちょうどできよったたぐらいか U&I っていうのができてて西路にできてそこ行ったら U2 がデビューするとかっつってポリスがデビューしたとかっつって金ないけんさ菓子レコード屋で借りるわけよで U2 は同い年やから同い年でアイルランドで1枚目はちょっとキッズっぽい感じでやりようけんさ あのギターをね、エフェクター、ちょっとディレイヤ使って、あのエッジってギターのやつがね、聞いて、うわアイルランドのやつもやるねーとか、やるねーって、博多も負けられんばいって、ジャムが2つか3つ上やけんさ、ジャム、また新しいことしようし、ポールウェラ、スタイル感性やちょっとやめちゃやめちゃりやいて、俺、あのフラットフィフスやらコード引き切らんばいとかって、一生懸命コピーしてさ。 か歪みじゃないギターの面白さがあのたあの頃の洋楽の洗礼ってすごかったと思うそうですね古いのも新しいのも全楽やって外国もその幅が広かったですよねリバイバルも含めてそうマイケル・ジャクソンにしてもでしょう本域で音楽やってきにしちゃうからジャパンとかさあったよねいっぱいね「ジュラン・ジュラン」それから「ロキシミュージック」バンバがやってきにしちゃう。 ここに、うん、もう洋楽が最高やったな、あ時ね。で、M. T. V. が流行ったから、もう、<laughs> まあ、さっきストレージやつじゃないけど。はい、次から、次に。来ましたね。ちょっと間に合ってきたけど、ピックバックとか。うん、バウアウワウとか。うん、なんかね、あの。うん 癖のある人たちも多くてもうそれもやっぱ全部聞いてましたね,ね、うん、普通にお茶の間には大体かからんような感じ、うん、であの小林克也さんの「なんとか USA」でも <laughs> <人>ここまではかからんっていうのを博多の人間がこう聞かしてくれるじゃんねそれはジュークレコードですかあジュークレコードっていう存在ありましたね、まああのー、さっき言ったその博多の,そのシステムの中にレコード屋もあるんですよ あ、そうやわ。まジュークレコードしっかり。メディアが。ベスト電気。ベスト電気しっかり。あと、なんだっけ。ベスト電気はどういう役目ですか。もう、あの。スタジオ。スタジオもあったしね、ユニオン版がね。入ったら、すぐ連絡くれるとかですか。あ、まあ、知り合いがいたんで。なるほどね。あと、カメレオンレコードとか。カメレオンは、まあ。その新しいけどね。新しいけど、まあ、うインフラが揃っとたと まさしくね天神に行ったら大体そろっとうし友達にも会うし敵にも会うわけよ。わみたいなそんなに広くはないですもんね、エリアって。だって親子通りぐらいでしょ。だって、そうそうするのはさ。博多ほど北九州そんなにないからネットワークっていうのは。でもベスト電機が輸入版頑張ってたのは知っててたまたまそこに。 僕らがボックスとかインドアウトでえお世話になってた江川さん、お兄さんがベスト電気いたんで、うん、あのジョニー・サンダース・ハートブレイカーズのライブ版あの入ったよってすぐ教えてくれて、うん、もう慌てて買いに行くみたいな。すごいんがっと。うん、そういう時代です、ね。インフラだね、インフラ。ケーシ名曲動画だ博多はね、うん、北九州はそこまでなかったな。いや町商店街うん魚町商店街。うん 松田楽器は普通のレコード屋さんだし、<laughs> <ー>なんかそういうロックの、そういうこだわったものっていうのはそんなになかったきだって俺怖かった、魚町商店街う通りながら<ー>インアンダウトでライブせない関係、うん、南さんみたいな人がオンしちゃっちゃろうと思っておけんさ <laughs>、うん、絶対暮らさると思ってみんな下向いてこうやって歩く。<laughs> 暮らさるっていうのはたた、叩かれるっていう。髪の毛も赤くしとけんさ <laughs> <laughs> あんた何場しようととかってなんかもう本物のシアラに言われるやないとんがたい格好していたしをとったらねどこのもんきさんとかって言われていやキッズ場しようとよしようとかってキッズってそうそう組の名前を聞き分けしゃわけよ向こうはね早い話が分からんけど向こうは分からんちゃろうどね普通の人間やないけんさ北急の町は怖かった怖かったよね いまだに怖いっぽいです、ね。俺とかスカウトされてたもん。ヤクザに。そうやろ？うん。全然勘違いされる。おま<の> <laughs> お前,お前いいことかな？うん、スケコマシじゃ俺の子供になんか。おお<ー> <laughs> すごい。黄色のリュウのなんか入った名刺渡されるとか。あ,あ,るあるある。<laughs> <laughs> スケコマシにならないかって。<laughs> そんなに「芝居間さんの歌詞でしか見たことないよ」っていやぴったりやと思うよ絶対スカウトマン正しいよね実際さ北急のバンドいたよねこのぐらいにしときましょうかちょっとやばくなってきたねえ もう昨日の打ち上げの延長みたいになっちゃいますからね。このまま六時になっちゃったら、どうしよう。まあ、結構いい時間になってきました。びっくりした。ちょっと宣伝。だけ今後のスケジュールなんですけど。あの、今度、え七月二日に。あの、博多で、博多のベシックっていう。あの、ミュージシャンの拠点みたいなところがあって、親子通りに。そこでモダンドールズと。 キッズキッズはちょっと全員連れていくと飛行機代がないけんくそ <laughs> 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 まあとりあえず一緒に切り分けだけ行って里帰りさせてもらうってでモダンさんと一緒にやらせてもらいますけん<の>7月の 2>, 2日、はい、2> ベーシックはねさっきのヒートウェブの 元ベースの渡辺一あそこも博多行ったらみんなそこやもんねそう圭一んがやってるのオーナーでやるよそうそう出ろやまた博多行こうよベーシックよかっいや彼池田さんとかともよくやってるでしょやるよやるよだから時々合ってるなイベントで背の高い男よ声が低くてねいや池田さんのバンドにいた ブランキージェットシティのボーカルの人ともバンドで一緒にシャそう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 。やっん。またまたケイあいつがね、やってる店。へえ。それに7月。そこの7月2日で。2日。はい。やります。モダンと切り上げてやります。そうぜひ皆さん。はい。 言ってあげてくださいね。里帰りついでに出る？ありがとう。里帰りチーム。やかやか。ここでね。あの皆さんのクラブ級のスケジュールもね発表したかったんですけどね。今のところ決まっておりませんので。昨日終わったばっかりやったね。そうですね。昨日やった。今日終わったばっかり。でも年内にちょっと来た。お願いします。あぜひよければはい。やりましょう。いろいろ作戦練りましょう。はい。はい。あとあともう一つあの。 7月13日に、ええ、あのさっきからの話が出てるモダンドールズというバンドの、えー「アンリリースドトラックス」というあのシリーズをやあの1、2って今まで出してましてそれの3を7月13日に全国発売するんですよ、<お>それはの Amazon とか、うん、どこでもレコーデーでも買えますので。<laughs> ぜひよろしくお願いします。あのそうですね。アンリビストトラックっていうまああのモダンドールズが80年代にあの活動していた時の未発表音源とか未発表映像プラス新しく作ったミュージックビデオそういったものをえっと CD と DVD でパッケージでそんなにあるのまだ未発表めっちゃあるんです。あるなっだってうちのあの棚にさ。 ベー,タベータがブワーンってあるよカセットもグワーンってあるあ<ー> <laughs> だけど本当にそにサテンさんが歌っていた時代の,あのものなんだけどあの本当に今見てもあの逆に何て言うのかなあの古いとか新しいとかっていうことをちょっと超えてる感じであのまあ僕なんかがあの見てああやっぱり80年代の良さってこういうのあったよなっていうふうにさっきあのあの楽曲が変わっていった時期があったよねって話もあったけどそう ちょうど今回第3弾はその「どんぴしゃ」の時期の,あの曲なんだけど、あのー、今の時代に聴いても絶対面白いと思うし<ー>で昨日ほら、あのー、兄さんと打ち上げで喋ってたんだけどあのモダンドルズのスの今のステージを見てもらってギターのアンサンプルの話とかあの今の若手のバンドとは全くやり方が違うっていうギターが2本いても、うんうん、そういったところもね、あのー、<う>もし。あのー 音楽楽が好きだったら絶対に楽しめると思うのでギターの面白さで言うと、まあ、そのモダンドールズはこの日本の絡みがねやっぱりすごい素晴らしい平山さんかっこいいよで桐明、うん、さん,アさんの,そのアコースティックギターから生まれたようなこの1本なのに2本聞こえるみたいなあれもすごい影響を受けましたしあのアップビートはもうすごい武道館もバーン行ってみんなたくさん知ってらっしゃると思いますけど。<laughs> この僕がね高校生の時に影響を受けた音楽が今、たくさん僕ライブハウスやっていろん,んなバンドの人知り合ってそれぞれの時代に刺激を受けましたけど今もねそれね色あせないんですよねあの時の博多の影響っていうのは。これ、実はこうあこれまとめる感じになってきてますけど。<laughs> の時のさっきインフラが整ってるっていうのをすごいひしひし感じて育って下北沢でそれをやりたかったんですよ。やっぱそうか。この人偉大な人なんよ。いやいいさ。九州の出身の人やけどね。やっぱ UK プロジェクトの偉い人よね。大島君の後輩、違う。同級生。同級生だ。同級生だ。あ、ドラマのね。そこのの事務所社長が 後輩で社長やっっててる同級生中学校から一緒広石さんの周りに俺の同級生と後輩がみんなやんちゃでそれこそね「きりやけさんパリ」にめちゃくちゃやってた人たちが「やってない」って歌だけすいの野田君はめちゃくちゃでしたけどねそういう中で縁もあるんだなと思って今日を迎えて僕ね面白かったし興奮してます。 いやもうね言えないことの方が多いけどね本当はねちょっとねこの後とこうおふってから言えない話いっぱい聞きましょうかいやいやいやもう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 そんなもう本当に今日はね遅い時間までありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございました特に楽しかった楽しかったですかありがとうございますありがとうございます。 えー、松川さんありがとうございました。佐藤さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、えー。広瀬さん本当に長い時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました、えー見てくれ。見てくださった皆さんも本当にありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。YouTube いろいろやってきます。さよなら。ありがとうございます。